3月26日午前中の取引を終えました。日経平均株価は昨日に比べて743円34銭安い1万8803円29銭でした。1万9000円の節目を昨日は9日ぶりに回復しましたが、今日は早くも1万9000円割れとなっています。トピックスは昨日に比べて 31.85 ポイント安の 1392.77 でした。東証一部全体の7割強にあたる1586銘柄が下落しました。上昇したのは全体のわずか 25%、まあ、4分の1程度ですね、540銘柄にとどまっています。東証一部軟調でした。マザーズ指数も昨日に比べて14ポイント安で 2.3% の下落でした。日経ジャスダック平均株価も24円安 0.8% の下落ということで、東京市場は4指数とも軟調な動きでした。まず昨日のアメリカニューヨークダウの冷やしチャートです。こちらニューヨークダウやや複雑な動きをしていまして、一旦2万2000ドル台ですね、2万と2019ドルにタッチする場面があったんですが、2万2000ドルのところで戻り売りに押されて、結局ダウの冷やしでは大きく上髭をつけて上がりきれない状態、結局終値では2万と1200ドルで終えています。おとといに比べると上昇はしているんですが、この2万2000ドルで押し返されたと、ややこの複雑な動きというところが今日の東京市場の買い切れなさ、買えなさにもつながっているようです。日経平均株価の冷やしチャートになります。日経平均はこちら225ですね、おととい昨日と1000円を超す上昇で大きなローソク足陽線が2つ出たんですが、今日は昨日の陽線の範囲内での陰線ということで、まだ売り圧力がそれなりに残っているといった格好になります。日本ではコロナをめぐって小池東京都知事が週末の外出を自粛するようにという要請をしていますし、今日政府がコロナ対策本部を設置して初会合を開くということです。この対策本部というのは今までとは性格が違いまして、政府の方ですね、こちら本部で議決すれば首相、安倍首相が非常事態宣言を出せるという性格の対策本部でありまして、コロナが今週末あたりピークに入るのではないかと、東京都の動きなども踏まえてなかなか日本株日経平均買えないようです。午前中段階では740円安 3.8% の下落でした。こうした中ですから、主力銘柄で昨日買われていたようなセクターが今日は上昇一服であります。例えば昨日一番買われていたのが不動産セクターでありますけれども、8802三菱地所のチャートです。昨日窓を開けて買われた不動産セクターであります。東京オリンピックの1年延期が、ほぼ事実上正式に確定したということで、悪抜け感から不動産株昨日は大きく上に跳ねていたんですが、今日は下落圧力にさらされてやや下押し、三菱地所は84円安 4.9% の下落で午前の取引を終えています。一方、不動産に次いで昨日買われていた鉄鋼セクターですね、こちらも下落であります。例えば JFE ホールディングス、60円安の 7% 安となりました。昨日開けた窓をやや下の方向に埋めにかかっているような格好であります。今日の東京市場、東京都が週末の外出を自粛するように要請したと、そうしたセンチメントの悪化、コロナの感染拡大が警戒される中で、なかなか日本株を買うセンチメントにならず、日経平均株価は1万9000円の節目を割り込んで午前の取引を終えました。以上、全日経の模様を東証アローズからお伝えしました。